ここがクラトスの心の中か。何か不思議な場所だね。綺麗で清らかな感じ、聖域って感じがする。確かになんだかちょっと普通のスピルメイズとは違うな。なんでこんな雰囲気なんだろう。気のせいかしら、うまく言えないけど、ミラやエミルや天族のみんなから感じる感覚に近いような気がするわ。あ、確かにそうかも。もしかしてオリジン？確か元の世界でクラトスはオリジンの封印に関係してたよな。その影響なのかも。待った、誰かいるぞ。きっと。なぜお前たちがここにいる？ここは私の心の中だ。今すぐ出て行け。どうせこの場所も朽ち果てる。私という存在と共にな。どうしてだ？ミトスのマナを分けてもらえばまだ生きられるんだぞ。なぜこれ以上私に生きろと望むのだ？私はもう4000年以上生きながらえてきた。もう十分だ。4000年？クラトスさんってそんなに長く生きてきたの？この場所に精霊や天族と同じものを感じたのは、クラトスさんが彼らと同じくらい長く生きてきた人だからなのかしら。なんでそんな風に言えるんだよ。俺はたった17年しか生きてないからわかんねえけど、でも誰かが生きていてほしいって思ってくれるなら何としても生き続けたいよ。ロイド、お前は若い。私もかつては若かった。マーテルとミトスを救う、それが私が旅に出た最初の動機であり願いだった。元の世界では決して叶うことのなかった願いが果たされたのだ。影の存在であってもな。願いが叶ったならミトスたちのその後を見届けてやれよ。しかし元の世界では私はマーテルもミトスも最愛の妻すらも救えなかった。どのような形であれ世界が救われるならそれを見届け朽ちる。それが私の死ぬ時だとそう思っていたのだ。しかし異世界に具現化された身では元の世界を救うことも見届けることも叶わぬ。それでも若かりし頃の大願は成就した。もう私にやるべきことはない。あんたにはなくても俺にはある。俺はまだ何も知らない。父親がどんな人間だったか、母さんがどんな人だったのか、あんた、父さんがどうして元の世界でミトスの千年王国計画に加担したのか、俺は父さんから何も聞いてない。目の前にいるのに話す機会もあったのに、父さんは何も言わないで死ぬのか。あんたは確かに願いを叶えたのかもしれない。でも本当にミトスやマーテルを救いたいなら自分たちが生きてることに負い目を感じさせるような死に方はするなよ。死にたいなら自分のやったことに始末をつけてからにしろ。ロイドの言う通りだ。本当に誰かを救おうと思ったら命だけじゃなくてスピリアも守らなきゃ。死に場所を得たいと思うことは罪なのか？違います、そうじゃない。ロイドはただクラトスさんに生きていてほしいんです。だってお父様だもん。あんたはどうして生きることが苦しいと思うんだ？長く生きてきたからか？だったらロイド、どうして武器を構えるの？戦うんだ。過去の英雄クラトスを倒す。これは息子である俺の役目だ。よかろう。
これが最後の戦いだ。お前がどれほどの腕前になったのか見せてもらおう。強くなったな。さあとどめを刺せ。とどめなら刺したよ。今あんたの心に。スピリアにさ、あんたはクラトスの心だろ。俺はクラトスの心を、いや過去の英雄クラトスの心を倒した。だから今スピリアに残っているのは、俺たちの旅を導いてくれた傭兵クラトスの心だけだ。何？ヘリクツだなんて言うなよ。ヘリクツだって理屈のうちだ。後悔して苦しんできた英雄クラトスには生きる希望が見つからなかったのかもしれない。だから生きることが苦しかったのかもしれない。でも本当は希望なんてどこにでも転がってるんだと俺は思う。その希望が見つからないから苦しいのだと思わないか？希望が見つかれば苦しくないんだろ。それって要するに希望が見つからないから苦しくて死にたいって思うだけで、要するに苦しいことから逃げたいんだろ。苦しくなければ逃げないんだから結局死にたくないんじゃないのか？お前は本当にバカだって言うんだろ。みんなそう言うし、それでいいよ。あんたが生きる気になるのなら、だいたい難しく考えすぎなんだよクラトスは。生きるって単純なんだぜ。息を吸って吐いてればいいんだ。あとは笑ってなんとかなると思ってればそれでいい。もしどうしてもそんな風に思えないなら、あんたの苦しさを俺も背負うよ。一人で背負うよりはマシだぜ、きっと。クラトスさん、私はかつて世界を滅ぼしました。生きている時間こそクラトスさんとは違うけれど、大切な人を亡くした記憶もあります。それでも私は何とかやり直そうとしている。クラトスさんにだってきっとできると思います。だって大切な息子さんが一緒にいるんですもの。4000年生きてきても私は何も知らないのだと思い知らされる。知らないならこれから知ればいいですよね。そうだな。私ももう一度向き合わねばならぬのかもしれぬな、スピリアに。クラトスがマナを受け入れた。それじゃあロイドたちは成功したんだね。だからあとはお願い。ちょっとミトスが倒れちゃったけど。大丈夫、マナを分け与えて衰弱していますが、この子は無事です。マナを人に譲るという行為は命を削り取るようなもの。この子は二度目ですから負担も大きいのでしょう。それでもクラトスさんを助けたかったんですね。しばらくは安静が必要ですが大丈夫。あとはクラトスが目を覚ませば。みんなお帰りなさい。クラトスがマナを受け入れたわよ。やったね、ロイド。クラトスさん、もう一回生きるって決めてくれたんだね。手のかかる天使様だぜ。あら、もうクラトスさんは天使じゃないのよ、ゼロス君。は？どういうことよ。クラトスさんが目を覚ましたようだ。クラトス！ロイド、それにミコにミリーナにシングだったな。
世話をかけたようだ。すまない。俺たちだけじゃないぜ。マーテルさんもミトスもルーティーもミントもシェリアも救世軍のみんなも、もうあんたいろんな人に迷惑かけたんだからな。そのようだ。すまなかった。クラトス、気にしないで。むしろ私が謝らなければ。4000年前、私があなたを言葉の呪いで縛ってしまった。ミトスを守ってほしいという私の願いを、あなたはこんなにも長い間守ろうとしてくれた。ごめんなさい。そしてありがとう。あなたはもう私たち師弟の呪縛から解き放たれるべきだわ。ロイドのためにも。そうだな。だがあれは呪縛ではない。騎士としての契約だ。それぐらいの矜持は残っている。強がらせてほしい。ありがとうクレトス、あなたは昔から優しいままね。ロイド、改めて私に時間をくれ。私にはまだお前に伝えねばならないことがたくさんある。父親としてはすでに失格しているが、それでもまだ間に合うこともあるだろう。誰が失格だなんて決めたんだよ。そんなの誰にも決められないし、俺は失格だなんて思ったことはないぜ。そうか。そうだよ。だから生きててくれてありがとう、父さん。バルドの話だと、スパーダ様の輸送隊はこの辺りを通る予定なんだよな。リチャードも輸送隊の中にいるのかな。もしリチャード本人だとして、リビングドールにされているんだとしたら、ラムダはどうなってるんだろう。ラムダって？ラムダは俺たちの住んでいた星とは違う星から来た生命体っていうのかな。リチャードの中に取り付くような形で融合していた。取り付くか。リビングドールに通じるものがあるね。偶然なのかな。帝国は共栄店の世界の技術を学んで応用しているところがあるみたいだから、もしかしたらヒントになっているのかもしれない。そのあたりはバルドが教えてくれるんじゃないか。ところで夫人はどうしますか。このあたりの地形を考えると、左の丘側から側面を突く形で輸送隊を襲うのが適切のようですが、街道を通ってくる輸送隊側からは死角になります。そうだね。もしかしたらバルドもそのあたりを考慮してこのポイントを知らせてきたのかもしれない。それはどうでしょう。バルドを信じすぎるのは危険です。ミリーナさんもユーリも気にしていたように、僕たちを罠にかけるには襲撃ポイントを指定する方が簡単ですから。一応周辺を見て回ったけど、伏兵とかはいなかったよな。こちらに知られないように伏せているのかもしれません。ここは慎重になりすぎて困ることはないと思います。でもバルドも言ってた通り、今さら罠にはめるぐらいならジュニアに見つかった時に僕たちを捕まえるなり倒すなりできたと思うんだけど。前から思ってたけど、ヒューバートって慎重を通り越して石橋を壊すタイプってことない？スパーダを助け出せるかどうかって瀬戸際なんだし、ガチガチに疑ってかかって救出のタイミングをなくすなんてのは勘弁してよね。敵対していた相手と手を組むかもしれないんですよ。今慎重にならないでいつなるのか教えていただきたいぐらいです。まあまあ、どっちの言い分もわかるよ。俺、相手の言うことを全て鵜呑みにすることと信じるってことは違うんだろうし、相手を信じることで始まる関係もあるんじゃないかな。それに今回の作戦は俺たちがバルドを見極めるだけじゃなくて、バルドも俺たちを見極めようとしてるような気がするんだ。それは確かにそうかもしれませんね。全ての出来事には当事者の数だけ視点がある。バルドがこちらを見極めようとしているのなら、こちらが罠の可能性を考慮して
周囲の調査を入念に済ませたことは好意的に取られるのではないか。手を取り合う相手に相応の技量と知性を求めるのはおかしなことではない。なら俺たち全員がスパーダを助けるためにそれぞれ正しい方向を見ていたってことだな。それぞれ違う個性が集まっていいチームになっているってことか。そりゃ最高のチームだって。みんな自分の世界のことじゃないのに命がけでマスターたちを助けてくれるんだからさ。ああそうだよ、みんな本当にありがとう。それに俺も魔境結晶を通じて敵のおかしな動きは見張れると思う。だからみんなはバルドの思惑にあまりとらわれずにそれぞれができることを真摯にやっていけばきっと大丈夫だよ。心配性なのは俺だけでいいからさ。マスターが長々いろいろ言ってたけど、要するにみんなありがとうだって。あと敵のことはマスターも見張るから、あんまバルドが何考えてるかとか気にしないでやってくれって。大雑把になってる。そうですわね。仮にバルドという人が何か害をなすようなことをしたら縛るといいと思います。バルドだけに。うわ寒い。待って、次第が教えてくれた。輸送隊が近くまで来ているようだ。ソフィーたちが気にしていたリチャードもいるようだな。俺も輸送隊を確認した。マスターも輸送隊が来るって。よし、ヒューバートの作戦通りあの丘から攻め込むぞ。可能ならリチャードは捕虜という形で連れて帰ろう。それでいいかな。わかった。ジーグル様、敵中です。数は多くありませんが、とてつもなく強い連中で、しかもマクスウェルが向こうについています。何？急いで刑事を確認しろ。いた、リチャード。この体の知り合いか。ラムダを感じない。あなたは誰なの？リチャードを返して。お前たちの相手は僕がするまでもない。コーマと戯れていろ。倒しても倒してもコーマが現れる。急げ、リチャードが馬車に乗り込んだ。きっとスパーダを連れて離脱するつもりだ。リチャードがスパーダ様を連れて逃げようとしてるって。スパーダが？ルカ様、イリア様、アスベル様もソフィー様もヒューバート様も一緒にリチャードを追いかけてください。ここは俺が引き受けます。コーキス、マガンはダメだぞ。またコーキスの体に負担が。ここで使わないでいつ使うんだ。俺だってマスターがさらわれたら全力で取り返しに行く。みんなだってそうだろ。行こう。ここで二人を取り逃がしたらバルドの情報も無駄になる。うん、コーキス、あとはお願い。コーキス、マガンの解放はギリギリまで待て。まだ私もクレスもスレイもミクリオも十分戦える。ああ、焦らずに行こう。ミクリオ。分かってる。コーキスの言葉じゃないが、ここで使わないでいつ使うんだ。お二人とも、チョウハリ卿が光り出した。スレイ、今だ。なんだ、スレイ様とミクリオ様が合体した。いけない。カムイが強制的に解除された。
そんなことが。え、今のって精霊像？コーマはスレイとミクリオが殲滅してくれたけど、一体何が起こったんだろう。あれはカムイですわ。天族と同士が融合して戦う術です。エンコードの影響で使えなくなっていたのですが。いや、今のはいつものカムイじゃなかった。ああ、途中でカムイを保てなくなって強引に解除されちゃったんだよ。それって多分天族の存在が元の世界とは少し違うものとして定義されたからだと思うよ。誰だ？エミル様？アスターのところに行ったんじゃないのか？いや、待て。あれはエミルではない。姿形は同じだが、少なくとも精霊ではない。精霊？僕は精霊を研究する側の人間だよ。アステル・レイカーです。よろしく。アステルって、確かエミル様たちが探していた共栄店の名前じゃ。え、そっちに僕を探している人がいるとは思わなかったな。そっちとおっしゃいましたわね。私たちが何者で、どこに属しているのかご存知なのですか？そりゃ、精霊マクスウェルを抱えてるのは国威の鏡師の人たちでしょ。ああ、気にしないで。僕帝国の側にいるけど、君たちのことをどうこうしようとか思ってないから。さっきの輸送隊の馬車に乗ってたんだけど、戦闘のどさくさで馬車から落ちちゃって軽っ。ねえ、さっき天族の定義がどうとか言ってなかった？ああ、そうそう、その話だった。エンコードは外部の情報をこの世界の法則になじませることが目的の機構だからね。天族の存在は限りなく精霊に近しいものとして定義されているんじゃないかな。どうして君が天族の定義が変わったと言えるんだ？それが言えるのは天族の存在を理解している人間だけだが、君はエミルの世界の人間なんだろう？それは僕にもわからないよ。天族のデータは帝国から提供されたんだ。だから知っているってだけで。話を戻すけど、天族が疑似的精霊もしくは精霊亜種のように定義された結果、そのカムイという融合術の仕組みにそぐわなくなっているんだ。そのままだとカムイを制御するのは難しいと思うよ。そんな、この力があればみんなを守れると思ったのに。バレなきゃ怒られないよね。この指輪をはめてもう一度カムイしてみて。上張り鏡があるから、カムイをオーバーレイ能力と定義し直して上張り鏡に記録できると思う。え、なんか難しいこと言っててよくわかんねえんだけど。つまり本来のカムイは難しいけれど、魔鏡にカムイ化能力をコピーすればその魔鏡を使うことでカムイできるようになるよってこと。ただ魔鏡にカムイ化能力をコピーするためには完全なカムイを実行して魔鏡に移さないといけないんだ。だから完璧なカムイを実行するためにこの指輪をつけてみてって言ってるんだよ。どうしてその指輪をはめるとカムイができるようになるんだ？天族が精霊と同じような存在と定義されている事実は変わらないはずだけど。これは簡単に言うと、精霊とカムイするための指輪なんだ。精霊リングって言うんだけどね。天族の定義が精霊と近しいものとして定義されているなら、これが役に立つと思うんだ。それは危険なものじゃないのか？それ危ねえんじゃねえの？長時間身につけると危険だけど、カムイを魔境に移す間だけなら大丈夫だよ。まあ無理にとは言わないけど。ミクリオ、やってみないか？いいのか？アステルは帝国の人間だぞ。でも俺たちを陥れるのが目的ならこんなやり方はしないと思うんだ。それにこれからの戦いでカムイが必要になる局面がきっと出てくると思う。そうだな、何もできないまま手をこまねくのはもうごめんだ。でも上張り鏡が光らないとダメなんじゃないか？それには心当たりがあります。スレイさんとミクリオさんが
カムイで戦うという意思を固めるのが条件として重要なのだと思います。ですから必要なのはカムイしたお二人と戦ってくれる存在ですわ。あ、僕は無理、運動音痴なんだ。そういうことならここでクレス道場を開けばいいのではないか。私も協力するぞ。そうだね、僕も構わないよ。あ、俺も俺も。同士打ちさせて弱らせてから伏兵ドーンみたいな展開があるかもしれないでしょ。こういう時は戦力を残しておくのが重要だと思うよ。ちぇ、つまんねえの。俺もスレイ様とミクリオ様のカムイと手合わせしたかったな。カムイをちゃんと取り戻せたらいつでも手合わせするよ。では本気で行くぞ。こっちこそ。また上張り鏡が輝き出しましたわ。今です。スレイ、ああ今度こそ成功させる。ルゼロシブレレイ。うまくいったのか。ええ、やったなミクリオ。ああ、でもなんだかいつもより疲れた。あ、精霊リングの影響だと思う。急いで外して。わかった。うん、うまくいったみたいでよかった。精霊リングは返してもらうね。これをなくすと怒られちゃうからさ。カムイ、凄まじい力だったよ。僕ももっと修行しないとな。ああ、スレイとミクリオが頼もしい力を得て私も嬉しいよ。皆さん、よかった、ご無事でしたか。あれ、バルドさん。レイカー博士。博士？やだな、アステルでいいって言ってるのに。はい、アステルさん、まさかあなたがこちらにいらっしゃるとは思わなかったものですから。急に空のマクスウェルを運べって言われて輸送隊に混ぜられちゃったんだよ。あの輸送隊は特異共栄店亜種03のものではなかったのですか。待て、空のマクスウェルとは何だ。それに今の話だとあの輸送隊の馬車にはスパーダがいなかったってことになるけど。スパーダの輸送なら後回しになったんだって。ああそうか、マクスウェルじゃなくてスパーダが狙いだったんだ。マクスウェル、この世界の精霊マクスウェルのことか。バルドさん、話していいの。アステルさんは関わらない方がいい。リヒターの立場もあるでしょう。リヒターって確か資源省の。資源省、それダサいよね。リヒターに会うたびに煉獄さんって指さして笑っちゃう。うわ、いい性格してるぜ。エミル様とえらい違いだな。話をそらすな。空のマクスウェルとは何だ。帝国は限りなくあなたに似たマクスウェルを異世界からサーチして具現化したのです。何のためにそんなことを。この世界の精霊マクスウェルを殺したからです。はデミトリアス陛下はダーナの巫女と精霊の力を利用しようとしているみたいなんだ。詳しい事情はわからないけれど、僕もそのための研究を命じられてる。だから忠告しておくよ、精霊マクスウェル、クルス肉の鍵だけじゃなくてあなたも帝国には近づかない方がいい。きっと精霊層の道具にされる。特異共栄店亜種03の行方はこちらで再度確認しておきます。これは私の不手際だ。次は必ず彼を、スパーダを皆さんの元に戻します。あ、仲間が輸送隊を追いかけていってるんです。僕らもこの後追いかけるつもりですが、もしできるならそちらからも助けてもらえませんか。承知しました、手配します。けどバルドさんも気をつけた方がいいよ。
カラノ・マクスウェルの輸送はあまりに急すぎた。きっとサレあたりの横槍だと思う。バルドさんの動きを知られているのかもしれない。バルドが裏切ろうとしてるってこと、アステルも知ってるのか？うん、知ってるよ。僕はややバルド寄りの中立。秘密は守るから安心して。アステルさん、お送りします。あなたがはぐれたことをリヒターが知ったら。なんかこっちの世界に来てからリヒターが妙に過保護なんだよね。まあ仕方ないのかな。それじゃあ僕はこれで。スレイ、ミクリオ、おめでとう。これからも頑張ってね。あとマクスウェル、頼みがあるんだけど。なんだ？握手してもらえるかな。構わないぞ。やった！しばらくこの手を洗わないでおきたい。では改めてご連絡いたします。よし、ミクリオ様が元気になったら俺たちもアスベル様たちを追いかけよう。見くびるなよ、もうすっかり大丈夫だ。また強がってる。強がりなんかじゃない。アスベルたちはここから北の方角にいるみたいだ。マスターがアスベル様たちを見つけてくれたぞ。行こう。